オフロードダンプ陸上自衛隊の資材運搬車、不正地運搬車は、不正地で荷物を運搬するための特殊自動車。主に工事現場などで、二役作業に使われる。不正地走行用に設計されたもっぱら2を運搬する構造の自動車である。車両の平均設置圧が低いため軟弱地や、傾斜地でも二役作業が可能である。また左右のクローラ等が独立して、 駆動するため超新地旋回も可能で、狭い場所での作業も可能である。クローラ式とホイール式のものがある。積載能力は0.5から4トン積み。油圧装置を搭載するものが多く、ダンプ式2台が標準的。これをベースにクレーン、収材機等を仮装したものも珍しくない。 座席を反転させてのバックも走行を無考慮され、前後進の変速段数は同じになっている。乗客用、助手用の席はない。原動機は、ディーゼルエンジンのものが多い。クローラー式は、古くは小型重機と同じ鉄製クローラーだったが、走行音が大きく、スピードが出ず、乗り心地が悪く、重く舗装路盤を痛めるなどの理由で、過渡的に6輪もしくは8輪前輪を駆動する。 ホイール式になっていった。操舵機構はなく、レバー等で左右の車輪を独立に制御するスキッドステアローダー方式の操縦方式であった。昭和後期にゴム製のクローラーが登場すると、またクローラー式に主流が戻っていった。小型のゴムクローラーのものの中には、ホンダ、力丸キ,キャニコムピンクレディ、ウィンブルプリマドンナなど操縦席のないタイプがある。 ダンプ機構はあるが、手動が多い。これは、手押しの一輪車、小型ガソリンエンジンをつけた一輪運搬車、安定性を増した二輪キャスターの三輪運搬車という進化の延長上にある。座席がないため特殊自動車にはならない。積載能力は100から5 0 0ラム程度。歩行式でもディーゼルエンジンのものは、比較的大型で、油圧装置を持つものもある。重ダンプトラック。 ホールトラック、ダンパーなどとも呼ばれる。不正地運搬車の一種で送輪駆動であるが、一般の自動車と同じような丸ハンドルで前輪の向きを変えて走行することと、大型特殊自動車の一種類として定義されていること、積載能力と走行速度がはるかに高いこと、長距離バック走行に対応していないこと、ダンプ以外の作業機を取り付けないことなど、上機二種とは別格の存在となる。 同じ目的でフレームを中折れ構造にして走行するものもある。ナンバープレートに対応した運転免許が必要となる。小型特殊は原付以外のいずれかの免許があれば行動で運転できる。大型特殊は大型特殊一種または二種の免許がないと運転できない。下記の技能講習等の操作資格は路上走行だけなら不要である。また、行動上で 二役作業をしてはならない。日本国内で荷を積んでの作業を行うためには、不正地運搬車運転者もしくは、建設機械試行技師の資格が必要である。ただし、資格を有していても現場内における二役作業だけに限られ、行動での二役はできない。また、最大積載量5トン以上のものについては、二役作業時、墜落用保護棒の着用が必要である。現在、 陸上自衛隊では、諸岡製の民生用クローラーダンプをそのまま、資材運搬車として採用している。一般に、軍は、不正地を行動するために、戦車のような早期車両や、前輪駆動の車両を多数運用している。それらに補給を行うための不正地運搬車も整備され、弾薬運搬車などとして正式化されてきた。ありがとうございます。